韓国の茶、韓国の茶では、大韓民国の茶について述べる。茶葉を使わない、茶外茶も含まれる。韓国では食後にはや、水、コーヒーなどが飲まれ、茶は、必ずしも、一般的ではない。主老王の日である元王玉が、あゆ他国から48年に竹ロ茶を持ってきたという、三国維持、白木問の記述が、朝鮮半島の茶に関する最古の記録になるが、 これは伝説の息を出ない。同じく、三国維持には五大山で五世紀に茶を煎じたという記述もある。聖史である三国式の記述では、白木の高徳王の知性である旧世紀に、チリさんの華厳寺外思総形時に中国から伝わった茶の木の種がまかれたとあり、確実な記録の中では、これが最も古い朝鮮の茶である。当時の白では、 唐の影響もあって、煎茶や団茶を粉にした天茶の形で引用され、国内での生産量に比べて需要が大きいため、中国から茶葉が輸入されていた。仏教の行事などを中心に、宮廷や貴族、僧の間で茶は飲まれていたが、大衆には普及していなかった。また、同じ五三国時代の高栗の墓内でも茶が発見されている。高来は白木などの茶の風習を引き継ぎ、 仏教ともに、茶文化が朝鮮の歴史上における最盛期を迎えた。高麗王室の様々な儀式に茶は用いられ、五礼のうちは綾、貧礼、京礼にそれぞれ茶の菓子などがあった。このほか、茶の味を競う、形の当茶会が催され、理系放らの文人は、多くの茶詞を残し、高麗政治などの優れた茶器も作られている。一方で、 茶文化の斜視や過剰な茶需要の発生などの問題も、生じ、茶の収穫への動員や重い茶蜜着によって農村が疲弊し、茶樹を燃やすなど、茶生産を忌避する動きが広がっていった。このため茶生産は減少し、中国からの輸入は増加したが、茶は大衆から遠い存在になっていった。李氏朝鮮時代に入っても、 その前半期は、王室内の祭礼や民の指針へのお礼に茶を用いていた。清州九年、1478年の東国四商覧には、京商南道八軍と全羅北道二十一軍で茶の生産が行われていた記録がある。また、17世紀前半には人祖が後金との和義で、天地茶としたス鈴芽茶を送った。しかし、儒教の交流とともに、仏教は衰退し、 仏教寺院を中心に栽培されていた茶もさらに生産が減少していった。宮廷でも体操の代から一部の行事で茶に代わって酒や甘酒を用いるようになった。理朝実録によれば、英祖の代までは外国の出身に茶を貸ししていたが、中期以降は人参茶で代用するようになったという。このように人参などを用いた茶外茶が普及する一方で、 わずかな無人や文人、僧の間で従来の茶も飲まで18世紀の第8から10回の朝鮮通信誌が日本で読んだ茶史も現在に伝わっている。19世紀に入ると喫茶を復興する動きが広がった。僧であるは朝鮮の茶道の思想を整理し、学者である定弱用は茶、神経を組織してやむ茶を勧め。 金馬斎吉ら文人もこれらの活動に参加した。なお、当時は下鈴め茶の茶葉が主に用いられていた。1880年代に入ると李朝は、李光省らから茶業振興を強く進められて、1885年に九郷から輸入した茶の木のない種六千種が植樹されている。だが、日本統治前に至るまで、明確に、日本で有力茶と言える資料はなく、 宮本大進朝鮮理事と日本政府施設団の手記には朝鮮で茶と言われているものは煎じ薬を飲むに似ていると表現されている。日本統治時代には日本人によって菜園が造成されている。1911年には甲州市の付近の斜面に菜園が作られ、翌年には静岡式の製茶施設が導入された。 1913年には、伊裕市に90 a の菜園が作られ、川原茶が大阪府に輸出されている。日本式茶道の普及に伴って、茶の消費量が増加したため、1939年には、朝鮮総督府林業試験場の提案で、形状額が、北条軍に90ヘクタールの菜園を造成した。第二次世界大戦が終わると、茶の生産や消費は下火になり、 1950年代までは南部の沿岸地域でソーラによって釜総力車や発酵茶がわずかに生産されていた。在韓米軍らによってアメリカ文化が広まりコーヒーや紅茶の市場が拡大する一方で国産茶のシェアは低かったという。一方で明石心寺の菜園が関税庁から地元の茶人に払い下げられ3菜園と解消して生産が続けられ、 工場軍では朝鮮戦争後に放置されていた、形状科学の再園など一体を払い下げて1957年に大韓紅茶が設立されるなどの動きもあった。独立を果たした韓国政府は、コーヒー消費などによる外貨流出を防ぐため、1958年から5年間の伝統茶造産5カ年計画を策定したが、効果は見られなかった。 北世紀が1961年に制定した外来品特別取締法によって、紅茶の輸入を全面禁止すると、国産紅茶の需要が急増したが、供給が追いつかず粗悪な紅茶が流通して、社会問題化し、数年で輸入制限が緩和された。一方、同時期に、茶外茶の導入が進められ、クコ茶や朝鮮人参茶、総数差が広まっていった。 1969年から始まった韓国政府の第1次農業村特別所得事業によって680ヘクタールの菜園が造成され、第2次の事業によってさらに菜園は拡大したが、1976年及び翌年の寒波による茶樹の投資名によって1978年の菜園面積は520ヘクタールまで減少した。 1960年代からの紅茶生産に代わって1970年代半ばには緑茶の生産が本格的に始まり、1976年に柿やサツマイモの葉を混ぜた粗悪な紅茶が出回って消費が落ち込んだことによって、さらに生産移行が進んだ。同時期には1972年の日中国交正常化を受けて、日本と台湾の国交が断絶し、 台湾に代わる輸入先として、マルベニが1978年まで韓国から緑茶を輸入していた。また、1970年代から茶人らが組織を設立して草衣の住居跡の復元など茶文化の発信に取り組んだほか、文化広報部や保健福祉部など、政府の部門も1980年代から、茶道の振興、茶道朝鮮韓国参照や、 国産茶普及などの活動を始めた。これらの運動や1990年代に太平洋や東西食品がペットボトル入りの茶飲料を発売した影響もあって1990年には448ヘクタールだった。韓国のサ園面積は2000年には1491ヘクタールまで3倍以上に増加している。2010年には全羅南道や軽上南道を中心に 茶の丘は5000個、菜面積は約3300ヘクタールとなっている。韓国では2四世紀や収穫回数をもとに生産者が茶を分類している。一般的な分類は以下の通り、6月以降は機械で摘まれ2番茶、3番茶となる。また、加工方法によって茶葉は蒸し生茶、釜草茶、玉草、ま、茶、抹茶、 玄米緑茶などの製品になる。茶葉を用いない伝統茶には以下のような種類が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。